皆さん、こんにちは。AOJ ランゲージスクール N1 のコースです。今回は、読解を勉強しましょう。それでは、スライドをシェアします。皆さん、突然ですが、桜といったら、頭の中でどんなイメージを思い浮かべますか？例えば、桜はどんな花ですか？花時はいつですか？花見とは何ですか？桜前線とは何でしょう？また、桜と日本はどんな関係があると思いますか？皆さん考えてみてください。また、イメージしてみてください。それでは、読解の問題です。一度ビデオを止めて読んでみてください。桜とは、日本を代表する植物であり、国の象徴とも言われている花です。その中でも、ソメイヨシノという品種は世界中に知られており、日本人に最も親しまれ、愛されている花の一つです。桜は多くの人を魅了します。並木道に一斉に咲く姿は、4月に新しい生活を始める人を元気づけます。満開の桜の下で、皆でお酒を飲んだり、語ったりする花見も人気です。しかし、最も魅力的なのは、散り際の美しさでしょう。花吹雪は桜の花が散る際に、花びらが風に乗って吹雪のように乱れ散る様が美しく、その儚さが見る者を感傷的な気持ちにさせてくれます。そのパッと咲いて潔く散る桜に魅了された平安時代の歌人が多く、歌を残しています。桜を見たことがないという方は、でも、その儚さに心酔しすぎないように気をつけていきましょうね。ここで問題です。この文章から読み取れる桜の一番の魅力は何ですか？一、散り際の花吹雪。二、並木道に一斉に咲く姿。三、満開の桜の下で花見ができること。四、世界中に知られているところです。皆さんはこの文章に書いてある桜の一番の魅力は何だと言っていたか。もう一度見ていきましょう。この部分です。しかし、最も魅力的なのは散り際の美しさでしょうと言っていますね。ですから、答えは1番、散り際の花吹雪。皆さんいかがでしたでしょうか？フルレッスンを受けたい方はぜひ AOJ ランゲージスクールに参加してください。皆さんの参加をお待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは授業でお会いしましょう。